知り合いの方から送っていただきました。トミーズさんのあん食パンです。小十子です。トミーズさん、私初めて知ったんですけど、かなり有名なお店のパンのようです。すっごい楽しみ。あん食、抹茶あん食、あんバター食、チョコローフ、デニッシュローフ、はい、ミルク食、以上6種類ありがとうございます。結構量あるね。パンはね、美味しい空気なんでね。まずは定番のあん食からいただきます。渦巻きなね、感じですね。まずノーマルのまま、このまま食べます。うまっ。あんこが優しい甘さです。ふっくらとして昔ながらの小豆といった感じです。全体にあんこを感じる、そんな小豆です。すごい美味しい。残りは半分に割ってレンチンと焼きで食べたいと思います。レンチンと焼いてきました。柔らか、温めるとさらに美味しくなります。しっとりにふっくらが加わって食感最高です。焼きいきます。さっくりとした食感で、あんこがまたいいですね。あったかくすると。何もつけたくない。おいしい。抹茶あん食、抹茶だって香りがすごい、お茶の香りするもんね。このままで、鼻からいいお茶の香りが抜けて出ます。
この風味も美味しいよね。食感のこの生地の歯切れがめちゃめちゃいい。レンチンと焼き、お抹茶が凝縮されて口の中に飛び込んでくる感じです。小豆との相性がバッチリですね。いい焼け目、焼くと抹茶はこんな感じになるんですね。また違った味わいを感じることができるので焼いてみてもいい。あんバター食、バターっぽいのおるね。うわ、うまっ。バターおるね。おいしい。バターの塩気がパン全体の甘みを引き出している感じです。バターの風味がしっかり広がりますね。美味しい。これはね、温めてじゅわっとバターをしませた方がいいですね。レンチンとはまた全然味わいが変わって香ばしさがかなり増します。チョコローフ、チョコレートの懐かしいチョコレートの香りがします。しっとり生地ですね。チョコレートは上品なテイストで
素朴なチョコの味わいといった感じです。焦げた。しっとり、チョコレートもしっかり馴染んで素朴に美味しい。焼きすぎた。チョコが香ばしい。デニッシュローフ、まさにデニッシュ生地ですね。噛めば噛むほど甘みがしっかり出てくるデニッシュです。デニッシュ状になってるんで食感は最高です。うわ、繊細なキメの細かさですね。デニッシュの芳醇な香りと甘さが温めることによってしっかり出てきますね。美味しい。焼き、デニッシュ
ちの特徴がすごく焼きの時には出ますよね。さっくり感がさらに増すといった感じです。最後は、はい、ミルク食。フレッシュなミルクの香り。わあ、甘いミルクの味わいです。マイルドでまろやかなテイストですね。ふかふかですね。熱っ。ミルクバターがしっかりこう目に見えてわかる。レンチンいいですね。おいしい。もうミルクの味わいたっぷり。わあ、おいしいね。本当にね、甘いミルクの味わいを全面に感じることができるハイミルク食。これすごい気に入っちゃった。ごちそうさまでした。送っていただきました焼きたてのパン、トミーズさんの美味しいあん食パン、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。あん食って明記されてるんですけど、あん食パンじゃなくてあん食なんね。どう違うんかなってね、ずーっと思いながら食べてました。まあどっちにしてもね、美味しい。ぜひ。